チャップリンの勇敢は、チャーリー・チャップリンのミューチュアル社における9作目のサイレント映画。1917年公開。共演は、エリック・キャンベル、エドナ・パー・アバイアンス、ヘンリー・バーグマンをほか。本作では、チャップリン扮する、放浪者は、警察官へ転身し、街の乱暴者を退治し、貧しい者を助け、女性を、狂人から救い出し、街に平和を取り戻す。 メディアを再生するイージーストリート放浪者は無法のはびこる貧民街の伝道所でミサに参加する。そこで美しい娘に説得されて改心する。心を入れ替えた彼は警察署の前に張り出してある警察官募集の広告を見て警察官になり街の乱暴者をガストのガスで気絶させて逮捕に成功する。その後逃げ出した乱暴者を 再び逮捕するために奮闘する放浪者は、麻薬中毒者に捕まった娘を救うなどの大活躍により、町に平和をもたらす。公開前にチャップリンは、本作で警官に奮したことについて、以下の通り述べている。この広い世界で、他の何よりも、白い目で見られる職業があるとすればそれは警官である。もちろん、警官自身に何の罪とかもないのだが、それでも、 首をちょんぎられる鳥のように、おまわりがこっぴとい目に合うと、人は大喜びするものなのだ。デイビッド・ロビンソン・著、宮本孝春、高田慶子役、チャップリン文芸春秋館1993年4月、発行 ISBN 978から41億6347万4304、吹き替えで蘇る。チャップリン衝撃場。 スターチャンネル2014年10月1日閲覧チャップリンの勇敢スターチャンネル2014年10月1日閲覧ありがとうございます